チス。どうも、いや、違う。いつものやつでやるよ。そんな軽い、ね、今回の企画は、ゲームセンター3本勝負。今回はゲームセンターの中にある、まあ、アトラクションを使って、まあ、3本勝負シンプルにやりたいなと思っております。はい、俺運動神経も良ければゲームも得意だからな。ところしかないですね僕。まあだって今回はやれまた勝手に与えたいなと思います。殺す。はい、さあということで第1ゲームはこちら、バスケットライン。まず最初、まず1本目はバスケット対決ですね。はい、ここにご覧になる通り、まず第1ステージ、第2ステージ、第1ステージから第5ステージまであります。ステージは何ステージを目指しますか？そうですね、まあ2ステージで志低い。スタート、スタート。入ってないよ。やばいぞ。やばい、あと10秒。はーい、第2ステージか。さあ、第2ステージに突入です。あと5秒。はい、ということでせいやのスコアは97。はい、まあまあでもまあまあ、ないまあでも意外といったんじゃないですか。第2ステージはいきました。まあ、じゃあそれでは、いや準備運動とかいらないのよ、いらないのよ、足使わんし、いや、いらないのよ。いきます。はい、始まりました。おっと、おっと、ここは4球、4球連続で、お、やっと1投目が入りました。ああ、これは久保選手やばいぞ。投げ方が女の子だ。投げ、おお、急に上手くなった。まだ終わってない、第2ラウンド。お、あとちょっと。やばいぞ。やばい。惜しい。あれだね。じゃあ次行きましょう。はい、まだ2本ありますね。はい、続いての競技、パンチングマシーン。シンプルですね。交互にやっていって3回勝負、まあ、より高かった方が勝ち。はい、おー、結構いったんじゃん。わかんない。おお。はい。うわ、怖っ。あ、全然やった。え、これ何？コツがわかんない。いいよ、いいよ。よいしょ、よいしょ。うわ、いいね。難しい、逆に。おお、分かった。
し、ではラスト決めようか。どっちの鼻毛が不必要か決めようじゃないか。ブラジリアンワックス、いやいや、はい、え、やったことあるんでしょ。あるよ、だから言える。つらいとき、つらいときつらいときしかないね。クソ闇ソングやけど、つらいときつらいと言えたらいいのにね。あ、そうなの。言うたらええかん。いつもあれ聞きながら、名曲やけど、つらいときつらいと言えたらいいのになって言うなええ。ほんなら今もうブラジリアンワックスのせいで今もううるさいな。何よこれ、どうしたらいい。いくよ、もう取り付けて、えっ、あっか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 。固まるまで待ちます。もう熱くない。え、もう熱くない。だいぶ見栄えやばいよ今。熱いよ。熱い。うん。涙目になってるやん。熱いよ。熱いよ。あ、だだだ、いじくるな、いじくるな。いじ、あ、ベンベンすな、ベンベンすな。恥じせんか、お前。やめろ。ボクシングで鍛えた頃動作、反射神経で。よくやないやん。痛い。痛い。あ、なんかすごいくっついてる感覚するもん。え、抜くの？もう抜くの？ちゃんとセール、ちゃんとちゃんとやるよ。ちゃんとやるよ、ちゃんとやるよ。お前、動画的にも。やるよ、やるよ。ちょっと待って、怖っ。え、絶対痛いよ。ブチブチってくるやろ。ブチブチってくるよ。それでいいの？これでいいの？なんか気合入れ、気合入れ。分かんない、これ気合のポーズなの。あの、こう引っ張るやん。だちょっとでも抵抗をこう、なくすために。3、2、5、1。あ、痛い。めっちゃ取れた。はい、ない。ない。ないよ。怪我ない。怪我がない。その喋り方だな。怪我がない。やめて、昔のさ、漫画みたいな声。怪我がないの。鼻水出てくるねんで。明らかに右と左とじゃこの流れの勢いが違うねんもん。